どうも。いい村だな。そうかい。沼地の中の宝石のようだ。そう見えるか。困ってないが。まあ毎年冬に飢饉になることぐらいだ。この担当に見覚えは？あ、旦那、まさかあの方たちのしもべでは。俺は誰のしもべでもない。取引に来た。早く終わらせたい。ああ、そうならいいが。お前の問題を解決するよう言われた。聞かせて。要点だけでいい。戦争のせいで古代の力が目を覚ましたようだ。血を吸ってな。村人は昼も夜も悪夢に襲われている。夜中に眠ったまま家から出て行き戻ってこない。ささやきの丘の木の下に死体となって転がってるんだ。父親も息子も娘も母親もみんな犠牲になっている。みんな気味悪がって死体に触れようともしない。その場所に行ってくれ。闇の力を追い払ってほしい。もっと詳しく知りたい。自分で見てきた方が早いだろう。ささやきの丘の近くまで行くとヒーバーさんにぶっ飛ばされたもんだ。今のあそこはこの世の光景とは思えない。この辺りの連中で木を切って死体を全部焼こうと出かけていったこともあったが、誰一人として戻ってこない。草の下の地面は人間の骨で真っ白だ。いつから始まった？3年前だな。覚えてる。暖かい日だった。罠に獲物がかかっていないか見に行ったんだ。罠にかかったノウサギを外した時、真っ昼間なのに急に辺りが暗くなった。最初は嵐でも来るのかと思ったな。耳をつんざくようなリスの叫び声が響き渡った。ノウサギは手の中で腐り果てて、木々の葉はまだ初夏だというのに震えながらみるみる黄色くなっていった。それからずっとこのおかしな状態が続いてる。村人の歯は炭みたいに黒くなった。女どもはイタチのように争って何もないのに叫び続ける。子供たちは不自由な体で生を受け、怯えて文句ばかり。貴婦人たちに助けを求め続けた。森の貴婦人たちも正体を知らないのか？あの方たちは何でもご存知だ。セクラばあさんは罰だと言っていた。敬う心を失ったからだと。魔女と呼ぶ者までいる。だがあんたをよこしたってことは魔女ではないようだ。ささやきの丘のあたりを見てこよう。気をつけてくれよ、ウィッチャーの旦那。あの悪魔を甘く見ちゃいかん。立ち去れ。この力は加減を知らない。話がしたい。立ち去れ。それ以上近寄るな。
来ることは分かっている。私を守る。どこから来るか全て見えている。何のために来たのか、なぜ血を流したがる。私を殺してくれるの、それとも解き放ちに来たの。ここは牢獄、包囲された砦。人殺しどもを待つ森が守ってくれる。人殺しども、殺し屋の姉妹。我が肉体を殺し魂をも狙う者たち、奴らと戦ったばかりに。お前は？私はドルイド界を捨てた。そこで均衡を保てていたのに、妖婆に殺され、呪われて悪霊にされた。ここらでドルイド界とは初めてだ。私は永遠にこの迷宮を漂う。ささやく木の葉の上を流されてゆく。なぜ殺すんだ。妖婆がこの土地を欲しがった。奴らだけが森を支配する。それを止めようとして殺された。閉じ込められているというのか。なぜ。ここに縛られている。魔法の力で永遠にさまよう木の葉の迷宮を。子供たちがどんな運命か全てわかる。解放して助けなければ。個人に危険が迫っているのなら俺が助けに行こう。あの子たちはさらわれた。自由にしてお願い。私はかける。一陣の風のように。私は助けに行く。他の誰にもできない。妖婆、何をしている。あの姉妹たちは森のどの木よりも長く生きている。ベレンを支配し全ての生き物を従える。あいつらの命は隠されている。見つけ出せない。全て聞かれて隠し事はできない。信用できない。多くの人がお前を悪霊だと言って言葉では覆せない。私を攻撃すれば自然の全ての力が立ちはだかるだろう。
頼まれた件は片付いた。念のため囁きの丘に近づくな。信じられないが、何かいたのか。丘の上の木に邪悪な精霊が取り付いていた。そいつが原因だった。一体どうやって追い払ったんだ。木にあるものが取り付いていた。木の心臓を破壊して住処を消したんだ。つまり悪霊だったのか。戻ってくることはない。要は森の貴婦人たちと呼ばれる奴らに報酬を受け取れと言われた。わかるだろう。ああ、わかってる。担当貸してくれ。すぐに戻る。これが報酬だ。貴婦人たちに持って行ってくれるか。一体何のつもりだ。よそ者にはここのやり方はわからんだろう。これが彼女らの庇護に対する正当な対価だ。ではあの森の耳は全部。旦那、忘れちまいな。あんたはすぐにここを去る。我々は子や孫の代までずっとここで暮らす身だ。ベレンには守ってくれる神も君主もいない。見捨てられた土地だ。ここで生きるには自ら被護者と取引するしかない。実際のお前たちはタペストリーとは随分違うな。さあ、それをここに。テレビを見てないで早く運びな。私たちに逆らわないでよ。うまくやったから今回の罪は見逃してあげる。子供たちも子豚みたいに太ってキャラメルみたいに美味しそう。でも今は白髪のお友達の方に話があるの。あの印は知ってるぞ。クローパーチの男爵夫人アンナだな。彼女は誰の妻でもないわ。地球の中に果実が実ったの。憎んだ男の種から育った果実が。助けてあげたの。しもべとなる代わりにね。その印を持つ彼女は私たちのものよ。今度はその女が気になるのね。話してごらんなさい、白髪の男。ささやきの丘を支配するために利用したな。骨が折れたぞ。この世にただのものはないの。邪悪な力を消し去ってくれた。私たちの領地を平和にしてくれたの。ああ、こんな勇敢で有能な騎士が見つかるなんて儲け者だわ。木に囚われていたのは何者だ。以前、死を欺いた者よ。あの女に騙されなかったのね。この世界から強大な悪を消し去ったのよ。
タペストリーとは姿が違うな。あなたのために着飾ってきたのよ。鏡の前でどれだけ時間をかけたか分かって。私たちが欲しい。俺の目的は分かっているな。答えろ。私たちを夢に見てやっぱり欲しくなって戻ってくるわよ。みんな戻ってくるんだから。取引だったな。俺は約束を果たした。今度はそっちの番だ。私たちは決して約束を破らないわ。あの子、ネズミみたいな銀髪の娘のことね。木の棒みたいに痩せて怯えて疲れ切ってたわ。立ってるのがやっとだった。できる限りの世話をしてやった。自分の娘にするみたいにね。でも好意も薄れてしまったわ。とても悪い子なんですもの。無礼で頑固で自分勝手で信用できないな。お前たちは必ず約束を守ると聞いたぞ。正直に全て話せ。いいわ、話してあげる。